島トラベルへようこそということでね、日本一の大しめ縄を見て、最後に砂と一緒にもらって帰れるものがあるんで、それももらいに行きたいと思います。にしてもね、一人に写真頼んどいてっていう、あ、愚痴っちゃってごめんねっていう、すいません写真撮ってもらえますかって言われて、あ、いいっすよって、で撮った後に、あー、なんかグダグダ言ってたんで、おい、あの、それ目の前で言うのデリカシーないんじゃないみたいな。あ、ちなみにあの、その人たちはもうどっか行ったんで、はい、僕は大丈夫です。人に物頼んでなんか文句言うやつ何なんだろうね、おっさんだし。可愛い女の子だったら、まあ、ごめんねと思って、え、なんでって言ったら、可愛い女の子とか、まあ、可愛いっていうのが今の若い子たち、その女の子だけじゃなくて、普通にインスタとかもやったりとかするから、むちゃくちゃ写真うまいわけですよ皆さん。そういう人たちに言われたらわかるけど、お前のカメラさ、それ一眼じゃねえしみたいな。普通にあのコンパクトカメラのこのデジカメ、いやいやこれでしょみたいな、これ持ってるやつに言われたくねえわと思って、はい、愚痴です、すいません。あ、行ってみよう。すいません、あ、お聞きしていいですか、はい、マナイの清水ってこれまっすぐでいいんですかね。あのですね、こちらと同様にあの門がありまして、はい、そこ抜けていってちょっと5分ぐらい歩いたところ。あ、ありがとうございます。もう一個聞きたいんですけど、はい、あのスサノオの社でお砂を交換するじゃないですか、はい、あれってもらったお砂ってどうすればいいですか。家のですね、あの、まあ、土地敷地の、まあ、四隅に、はい、あの撒いていただいて、払い切りを埋めていただくものになります。今家ないんですけど僕、あ、ホテル暮らしで転々としてまして、どうしようと思って。あ、その場合は、まあ、なんかちょっと神棚とかがあったら、そこに、まあ、あまり粗末にならないように、はい、あのお祭りいただければと思いますけど。あれってちなみに誰がやりだしたんですか。まあ、出雲大社の方が誰かがやりだしたとか。この地元のですね、はい、まあ、氏子さんとか、まあ、地域の信仰としてもともと根付いてたものでして。あ、そうなんですね、はい、それが、まあ、今ちょっと全国的にそういったことが広がりまして、まあ、多くの方が、まあ、砂をあの稲佐の浜から持ってきて交換するような。ああ、ありがとうございます、はい、めちゃクリアになりました。ってことで向こうですよね。はい、ありがとうございます。はあ、いい人だ、心も浄化された気がする。いやー、日も出てきたし最高。今朝はね、あのちょっとね、あれ今朝はね、というか僕ここ来るまで車走らせた途中で雨がバーッて言い出して、結構がっつり降ってたんだよね、雨なんだけど、あの駐車場に車止めた時にはもう小降りになって、で参拝してる時にはもう晴れたっていう、嬉しい。あ、あれだね、もう、あのお砂はね、地域の方のだったんですね。すげえすっきり。やっぱなんかモヤモヤしてるとね、あれじゃないですか、なんか気になるみたいな。もう神社超好きなのにそれ知らないのって言われるのも嫌だし言われるような人いないけどね。はあ、あ、そっか、おっさんだからデリカシーねえんだ。あ、ちゃんと書いてある、マナイの。そうそう、って言いながら僕もおっちゃんになるんですけどね、というかおっちゃんですけどね、はあ、まあ他人の見て、他人の振り見て我が振り直せって言いますけど、あのそのまんまの通りで、
はそういう人にならなきゃいいっていう、人に物を頼んどいて文句を言うような人間にはなってはいけないっていう学びだと思うんで、まあそもそも僕文句つけないけどね、むしろやってくれてありがとうって思うし、こっち初めて来たわ僕、あれへえ面白い、リズム共通写真、うわーでもマジ不思議、だって僕が拝殿着いた時はまだ小ぶりだった気がするんだよね、で三音やしろの時かな、あ、晴れたみたいな、あ、それで思い出した、写真撮るの忘れた、あとから撮ろう、へえ。にしてもなんかすげえバケツで来てたガチの人いたね、あれすげえなと思って、どんだけの量を持ってくんだろう、あれ多ければ多い方がいいのかな、まあ、僕言えないから、あのスーツケースに入れっぱなしになりそうな気がするんでございますけど、なんであの少量にしましたっていう、あ、マナイの清水、あと 150m、 もうちょいだね、まあね、家借りたか買ったらまた来ればいいしね、いやー、あ、そうそう、なんで言えないかっていうと、とりあえず家があると帰らなきゃいけないじゃないですか、帰らなきゃいけないわけじゃないけど、まあいろいろありましてね、本当家賃が払えなくなるぐらい、あの金がなくなったっていうのもありますし、あとね、海外住んでた時にどんどん荷物減らして、それこそ荷物多いと海外に移住するとき大変なんで、とことん減らした結果、あの一時期バックパック一つまでになって、でその後にちょっと快適性を求めてスーツケースになりで今っていう感じですね、今はスーツケースとこの背負ってるバックパックなのでちょっとね身軽なんですよね、で移動力っていう本があって、それ読んだ時にすごいしっくりきたんですけど、あのまあまあ今は僕のそのスタイルが一番合ってるんで、あとね、まあ有名な方で言われたのが、あのも人が人一人が持てるものには数には限りがあるっていう、なのでまあこのコーン1個もゴミ袋1個も一緒って、1個は1個ってなったら、減らせば減らすほどね手に入れれるじゃないですかっていうのでね、あの減らしまくりましたっていう、お、ここかな、撮影されてるからここだね、お、これだ、初めて来たよ僕、あ、普通に車でもこれうち、まあ、今清水、そう出雲大社の神事とかでも使うような聖水っていうかね、御神水っていうのかな、あって御神水ということで、もらって帰れるシリーズパート2、そう、神事にかかる神聖の神事されてきました、特に11月23の古伝神事祭の祭事中、なんかあるんですね、ということでね、もらって帰ろ、あ、すごいちゃんと、っていうかめちゃくちゃ家とかの間なのね、ここもう知らなかったわ、ということでまあ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 こんな感じでいろいろ回ってますんで、でいろいろ経験したことをちょいちょいちょろちょろ喋ったりとかしますんで、興味があればぜひねチャンネル登録していただいて、そしてね応援クリック、グッドボタンとか、
あとはコメントとかお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。チャオ。